四代目、坂田藤十郎は、日本の歌舞伎役者。歌舞伎名跡、坂田藤十郎の東大。野豪は山次郎屋。縄文は五つ藤重ね制。梅鉢、河右衛門は向井藤菱。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。全名の三代目、中村元次郎としても、また、今なお、署名の二代目、中村千尺としても知られる。 日本舞踊岩音流の家元としては岩音河線。妻は女優で政治家の大木千影、妹は女優の中村玉夫と芸能一家である。現代歌舞伎の大看板の一人でもあり、また上方歌舞伎の復興プロジェクトでも主導的な役目を務めたほか、近松門材門作品を原点から勉強し直すために劇団近松座を結成し、尽力した。 日本中にブームを巻き起こした、曽根崎真中のお初は、当たり役とされている。戦略当時、お初で大当たりを取った時の人気は凄まじく、特に関西では知らない人のいないほどだった。中には、本人許諾の下で社業及び商標を戦略に、あやがったものに解明する会社まで現れた。戦略雨本舗はその会社の一つ。関西の年配者には、今でも、 戦略班と呼ぶものも多い。昭和30年代から浮気騒動を起こすことがよくあり、週刊史上をたびたび賑わせていた。夫人、大木千景との新婚旅行の車中では、酔った勢いで自身の女性変歴を悪びれることなくすべて打ち明け、その相手への対応方法などを堂々と新妻に語ったと言われている。また、 王義との結婚はできちゃった結婚であったことを日本経済新聞に連載したコラム私の履歴書で告白している。また、王義と結婚する前は京都に創始創愛の芸儀がいたと言われており、自身が務める舞台にその芸儀が訪れると、表は聖駒屋城門の擬音守門、裏はその芸儀が用いていた女門をあしらったセンスで舞台を務めた。 ガンジロ時代の2002年、京都のある舞子とホテルで3会、バスローブをはだけて自身の陰部を露出させたことが同年6月7日発売の写真週刊誌フライデーにスクープされた。もともと本人は若い頃から、擬音界隈では遊び人として有名で、夫人の奥義も夫の女遊びに対して最後に自分のところに戻ってくるなら男の解消として許す考えであった。 それを知らないマスコミは、写真のバスローブ姿から、中村ガウンジローと揶揄し、驚いた。人間国宝でも所詮芸人か。本当に驚いたと非難したが、本人は記者会見で、お恥ずかしいな。私が元気だってことを証明してくださってと話し、相手女性については、私を支援してくれるグループのリーダー。部屋では僕のビデオを見て、焼き鳥を食べただけと説明。 記者たちに対して、世の男性も頑張ってほしいと語った。当時は、国土交通大臣を務めていた、夫人、大木は、彼は、芸人ですからと前置きした後で、女性にモテない夫なんてつまらないとマスコミを一周した。はじめ、お山として活躍したが、現在は、立役、吹け役など幅広い役をこなした。祖父、父から継承した、髪型はごとの第一人者であり、 その華やかで縁のある芸風は衰えることを知らず、関西歌舞伎の発展のため更新の指導にも熱心であった。ありがとうございます。